名称未設定ちゃんだよ。バンブーラボの A1 ミニを買いました。買う予定は全然なかったんだけど、デッキを見たら可愛かったので、気づいたら注文をしてたんだよね。ところで、自動でフィラメントを切り替えてくれる AMS ライトなんだけど、フィラメントむき出しすぎるので、ちょっとだけ湿度対策してみようかなと思います。AMS の動きを観察してみると、どうやらこの部分でフィラメントを送り出していく仕組みでした。密閉容器からチューブを生やしてつなげる構造にしてみます。早速ケースを買ってきました。これとこれをプリントしてこうなります。ギリギリだけど4つ収まりました。あとは AMS 本体と接続です。スタンドを印刷して AMS は蓋の上に乗っけてみました。いい感じです。実際に印刷してみましょう。どう？なかなか順調に送り出されてます。やったねと思ったら問題がありました。印刷終了後フィラメントをアンロードするんだけど、チューブが押されて外れちゃいました。これはダサい。引っ掛けるタイプのチューブコネクタが公開されてたので急遽印刷して利用していました。きっちりハマってるので良さそうですね。実際にアンロードしてみたけどチューブは戻らなくなりました。耐久性が気になるところだけど、その時はまた印刷すればいいから気楽です。さて、前置きに時間がかかりましたが、ここからが本題です。半透明の箱という格好の獲物を前に、何も起きないはずがなく、ですよ。Bluetooth スピーカー機能を仕込んでみました。これでさらに楽しい 3D プリンターライフを満喫できます。大満足です。それじゃ、またね。